同室ウマ娘とのファーストインプレッションに対するみんなの反応集。同室となったウマ娘の第一印象やそこからどう打ち解けていったかを想像するの楽しそう。スレガは何日目で打ち解けられたか知りたい二人。私にはお構いなく。どうぞお部屋をお好きに使ってください。実家から送られてきた菓子土塔が間違って食ったのをもっと食えよした時がケーキなのは確定なんだよな。割と早そう。この前はどうもありがとうございました。ささやかですがお返しです。激辛スナック菓子。冷静に考えると自分のじゃないお菓子が好みだったからってむさぼってた土塔さん、だいぶ狂った挙動なんだよな。この時だけうまソウルめちゃくちゃ強く出てない？自分のだと勘違いしただけだから。だからって身に覚えないのに食うのは違うって。それはそう。土塔はどんなに釈迦がエイジーフィールドしても悪意なしのドジでぶち破ってくるし、釈迦は釈迦で自分と同じ不器用な生き方しかできないやつ嫌いじゃないから、まあ一回ドジるごとに距離縮まってきそうよね。マチカネ部屋は即日マチカネシスターズ結成。こんにちは。今日から相部屋でお世話になるマチカネタンホイザです。よろしくお願いします。こちらこそ。マチカネ福来たると言います。おお、なんか名前がそっくりですな。言われてみればこれも白沖様のおぼし飯。あ、私占いが得意なのですが、よければいかがでしょうか。なんと、ぜひぜひやってもらいたいです。お任せを。どん。ひぃ、私の同室の人やっぱり怖いです。一昨年のハロウィンイベントでロブライス部屋の馴れ初めは語られてるのよね。ウラキン部屋がどんな感じで友情を育んだかは気になる。まあウララちゃんは最初からあんな感じでしょ。キングは最初は面食らうけどすぐにほだされると思う。初見だとイライラしてたけど初日からキングの布団に潜り込もうとしたウララにほだされる。ウラキンは私の性癖に合ってますね。自己紹介の段階でキングちゃんと呼んでくるウララは想像に難くないからな。あっという間に世話焼きスイッチがオンして、あとは流れで。クリスエスラモーヌ部屋が何日目で打ち解けたかを答えよ。多分初日から全く変わってなさそう。いや本人たちは打ち解けてない期間と打ち解けた期間があるんだろうけれど、側から見たら何も変わってないというか、とりあえずファーストコンタクト時は間にルドルフがいたんだろうなってのはわかる。そんでもってルドルフじゃないと耐えられないようなプレッシャーの空気になってたんだろうなとも思う。かっこ当人たちは特に警戒とか威圧とかはしてないのに。ギムレットと出会った時のブライアンの反応が見たい。ナリブとギムレット部屋はブライアンが妙なのが一緒かってなってそう。ナリブが何日でギムレット後の理解を諦めたか知りたい。初日かな。出会って5分くらいで諦めてそう。実はギムさんがブーちゃんをどう思ってるかもまだよくわかってないから余計にイメージしづらいんだよな。まあ同室判明したサポ会で見た感じしたってそうではあるけど。オペと姉貴とか見てみたい。姉貴はぶっ飛んでる。オペを理解するまで時間かかりそう。ブライアンの姉貴だし最初から包容力すごそう。トプロがオペの使う言葉が難しいのでオペラを熱心に聞き込んでるみたいな話があったけど、姉貴も知識と理論で理解しようとオペラの資料を集めたりしてそう。本オペラ王の林秀をかなり尊敬して彼女なりの方法で積極的にコミュニケーション取るだろうから経緯はうまく想像できないけど、まあ比較的早く仲良くなったと思う。割と普通に仲良くなっていったのではステークス。この評価はちょっと不満か。2番人気シリウス中山部屋。出会い頭に掛け事してお互い気に入ってそう。面白い女、面白い女。多分割と早そう。玉が関西弁で気さくにボケ混じりの挨拶したらいちいちおぐりがまに受けて返答の天然ぶりに玉の世話焼き根性発揮かな。30分もかからなさそう。君は小学生か？お母さんはどこにいるんだ？ああそうやねん。うち人生の迷子で、ってうちは立派な後頭部や。とりあえず初っ端からコントしてるオグ玉は想像ついた。耐震クリーク部屋が気になるな。クリークの忍耐力の前に耐震がちょこっと譲歩した結果が今だといい。耐震クリークはクリークがあえて耐震の好みを外す日用品チョイスをして意識してないよって言いつつ距離を詰めるんですよっていうのを耐震が見て、私がガキだったってイベントあるよね。世話焼きつつ距離取ってくれる姉ポジとは相性いいんだろうね。カレンと綾部さんは仲良くなるまでは苦戦してそう。カレン転入だしでもコミュ力とお世話力でなんやかんやすぐ打ち解けそう。エースとパーマーはなんか初日から馴染んでそうですね。逃げ馬同士だからお互いに息があってすぐ分かり合ってそう。割と気になるのが川上パール部屋。とはいえここもここでそんなに時間かからない気はするけど、こういう話題の時に同室判明してない子がいると寂しいな。早くアキュートさんのルームメイト教えてくれ。未発表の子か未実装か既存の誰かか。ここはもう説明の必要はないな。いやでも気になりはする。
初遭遇時からその時マックちゃんに電流流れる、だったのか、お邪魔いたしますわ。本日から部屋をご一緒させていただきます。メジロマックイーンさんですね。大噂は金がね、まあ、そうでしたの、と失礼しました。私はイクノディクタスと申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。みたいなやり取りはしてると思う。史実上の関係から今仲いいことに違和感はないけど、実は慣れ染めが想像しづらいマクイクベア1個まで行くのの体重管理力にキラキラしてるマック見ると、行くののストイックな姿勢に惚れ込んだマック側からくどいてった感じかな。アルチオベアの初対面、チオ、転入生の方ですか？もしよければ荷物運び手伝いますよ。ある、ありがとうございます。ではお言葉に甘えさせていただきますね。チオ、あれ？私の部屋の番号と同じ。多分千代ちゃんが入寮した時点ではアルダンさん入院してて、千代ちゃん実質一人部屋なんだよね。退院して戻ってきた日にようやく初対面。アルダンと千代の王はある程度はすぐに打ち解けるけど、心の中の辛い部分をぶつけ合うようになるのはレースでバチバチにやり合うようになってからだと思う。ウオシカ部屋でいつスカーレットガスを出すようになったか、私気になります。ファーストコンタクトがこんな感じなので、かなり早い段階から出してたんじゃないかと思われる。ウオシカは SG でも描写あったけど、あれはまだ色々定まってない時の作品でもあったからな。ここだけの話、シリウス中山の部屋はアウトローより問題児2人合わせて問題行動を制限したいという生徒会寮長の思惑があったと予想している。具体的な内容は想像もつかないが、最速で打ち解けた一角、マヤの帝王、あの世の者たちはなんだ一体。おそらく15秒くらいで馴染む幼さもあるだろうな。名前より先に友情覚えてそう。すでにマヤのが寝てたから自動的に配置が決まったとかはありそう。布団も振ってて気づかなかった帝王がベッドに飛び込んでマヤとごっつんこしてから友情余裕でした。お互い怖い人だったらどうしようとあれこれ考えてるログライス。怖い人ではないみたいだけど会話が進まない二人。ライスの絵本がきっかけで仲良くなる二人。同年代だと思ってたら結構先輩と知り合わせるログロイ。相手の胸がすごい気になってるライス。先輩からの青いオーラをまとった目線が怖いログロイ。ファーストインプレッション云々の前にロレウンスの同室での絡みをたくさん見せてくれ。同室のショートヘアー天国。カフェ行き部屋とか穏やかにスタートしてそう。光属性と闇属性のダブル主人公感ある。闇が雪の美人なのは言うまでもなく、二人はプリキュア感。パイの密度がすごすぎて窒息しそう。来たよ。成仏しろ。この中に挟まれたいな。スポーツドリンクの CM を固有スキルの演出とイベントでやるコンビ。ブルボンとフラワーは気まずそう。ブルボンはそういうのよくわからないし、フラワーは無表情な後頭部相手だからどうやって話しかけていいのかわからなくなってそう。同室の馬娘を確認。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ブルボンさんって面白い方ですね。フラファルは初対面はどっちもしっかり挨拶できるタイプだし、そこまで表立っておかしくなることなさそう。ファルコは天候多かったって言ってたし、初対面の対応もある程度慣れてそうだしな。